ずっともう、うん、トロサーモンのやつだもんな、うん、ずっとアップなんだね。どこのやつ中のピーだと何ですか。これはちょっと自分で作ります。メガネ描いたんじゃん。 Wash my TV, Tupac was my MC. You're my comic Monday, something that you can't say. 吉本拓也ファッション探訪。今ね、朝10時半です。今幕張に入ったところ、衣装に着替える前のファッショニスタを見つけました。僕はねやっぱこの人毎回おしゃれやなって思うんですけど、なんかあんまり自分からファッション語らないので一回ここにゲストに呼んだんですけども、ファッション探訪は初登場でございます。この方です。コマンダンテ石井です。お願いします。おはようございます。早いんですよ朝。おはようございます。まだ眠たい。多分吉井さんもそうでしょうけど。石井君、はい、本当久しぶりですよね。4日ぶりぐらいに会いますけども。なんか久しぶりじゃないって。コマンダンテさんとはね、はい、まあ、あの週に3回ぐらい一緒ですけども。いやそうですよ、まあ、毎回ねあのシャレた服着てますけど、撮ろう撮ろうと思ってやっぱいつでも撮れるってなったらなかなか撮ってなかったので、スケジュール一緒やいつでも撮れるよ。石井君、はい、漫才ちゃうから声張ってくれんと。漫才は声張らんでいいけど、いや声張ってくれんと。いやそんな、いやだから急に始まって。はい、行きましょう。まずスニーカー。朝も早い。これ可愛いよな、スニーカー。これ可愛いですね。な、はい。これ俺あんま知らんねんけど、最近のやつ。最近ですね。かっこいい。ニューバランスの。いいね。これ、ずっとね、うん、トロサーモンの村地さんが、うん、会うたびに、うん、これ、石井君いいな、つって。うん、石井君これ、俺も買っていいかな。ずっと言ってきてたんですよ。うん、で、ほんま2、3回それで言ってきてて、うんうん、いや、村田さんやったらそのもちろん嬉しいですよ。同じの相手でも、なんか。しゃれてる人が真似してくれるってな。はい、嬉しい。全然いいですよ。いや、でもそれはさすがに当たんよな、みたいな。自分から言っといて。ずっと言ってて、この間連絡来て、うん、同じ靴買ってしまいました。かわいいな。はい。いや可愛いこの靴。謎の広告感。だって99さんとか99に履いてる人多いけど、これあんま見えへんもんな。なんかねこの分かってるやん。7これですよねこの。なんか何て言ってたかな。ちょっとあんま僕は存じ上げないですけど。はい。なんかラッシュ。可愛いね。で、じゃあやっぱセットアップと合ってるよね。これはい。ちょっと一回着てもらっていいかな。いいね。あ、いいね。あ、シャツなんや。そうですね。あ、シャツでのセットアップなんだね。どこのやつ？これブラックペーパー。あ、いいの着てんね。高いでしょ。ちょっとそうですね。僕からしたらちょっと。しますよね。ちょっと、はい、気持ちいい。え、今季のやつ？いや、これは去年か。去年の秋ぐらい、秋か冬ぐらい。いいね。ちょうどいい季節感も合ってるし、いいね。これが、よくあのグラフペーパーでよく見るこれですね。これいや、いいね。洒落てるね。中の T シャツは何ですか？これはちょっと自分で作ってました。あ、なんとですね、はい、コマンダンテ石井君は服を作っております。これでもほんまに自分のためだけに。あ、これ売られてないですか？売られてないです。あのポートランド去年行ったんですけど、アメリカの、はい、で僕が好きなスタッフタウンコーヒーっていうのがあって、うん、いいね。そこの、まあ、エースホテルっていう、うんうん、まあ、ホテルの中にコーヒーがあるんですけど、うん、そこ、まあ、有名なこの場所なんです、うんうんうん、エースホテルの。もうこれは結構もう 見る人が見たら分かんねえや。そうですね、ロビー、このロビーが、まあ、そのカフェとか好きな人はまあみんな知ってるような。え、これめがけてアメリカ行ったん？そうです。変態やん。いや好きなんで。え、コーヒー飲みに。コーヒー飲みにポート。これが一番のメインで行ったん？これ一番。変態やって。あんまおらんって。でそれロンティーにしてんの？はい。変態やって。自分で撮った写真を。おらん、いやおらんって。あんまおらんから。これ売れそうやんめっちゃ。はい、ただそのこの人たち言った映ってる人たち。なるほど。全く著作か。はい、わからない。既存のボディに入れた感じ。そうです、これはもう既存のものです完全に。一着だけ作るって結構金かかりそうやな。でもまあ知れてますし、うん、こんなただのプリントなんで買うよりは全然安い。全然安い。うん、いいですね。
最近買ったアイテムちょっと教えてもらっていいですか。ちょっと終わらそうとしたけど、ちょっと座って座って。いやもう終わりましょう。いやまだまだリハまで30分あるから。いや待て、そんな暇やし。大変でしょ、暇やし。え、最近買ったもんとかある？最近何も買ってないですけどね。いやちょっと絞り出して。なんかなんかあるやん。ほんまにだって、うん、あの吉井さんが、うん、なんか展示会とか出てくれるじゃん。ああそうそうそう、ヨークな、ヨークの展示会合わんかってんな、スケジュールが。でもう一個言ったのがあのヨーク、めちゃくちゃかっこいいね。そういうのもありましたし、うん、それその時になんかこういいのあればなと思ってましたね。だから今本当に買ってないんですよ、服を。全然。ちょっとなんかなんかないと。ちょっと絞り出し。変な嘘つくのおかしいよだって。もういいから、何でもいいから。見せんくてもいいから物。見せんくてもいいよ。あ、こういうの狙ってるなみたいな、このあこれいいやこの質問。あのなんかこういうの狙ってるなみたいなあるやん。なんかもう今4月5月ですけども夏に向けてちょっとさらっとな、はい、今持ってる LINE のやつでもいいし、なんかこういうの欲しいなみたいな。いやまあ欲しい、それこそグラフペーパーのシャツが欲しいですね、うん、ちょっとゆったりした。なんか大宮のディバースってところでグラフペーパー扱ってたから見に行ったけど、はい、かっこよかったな。なんか似合いそうやわ、オーラリーとかあっこら辺のラインは。やっぱ、はい、シンプルでちょっと形とか素材こだわってる感じがいいですね、うん、僕は。もうちょっと長くちょっと言ってもらえ尺も決まれ、うん、ちょっと感想みたいな。なかなかちょっとあの短めになっちゃうから。いや短めの方がいいし、 YouTube とかそんなパンパンって言った方がいいんじゃない。いやなんか石井君のやつちょっと長めに出したいから。いやいやもうだいぶ僕ないっすよ、もうこれ以上言うこと。もう一回じゃあ読んでいい、あの対談みたいな。いや1時間ぐらいで何も言われへんって。だから雑談なわけですよ。ああそう、ファッションに縛りで、ファッション縛りで。ファッション縛りきついねって。そんな何も知らんからさ。あ、メガネ変えたんじゃん。いやメガネも前と一緒ですね。ゴリバピープ全く一緒です。まあでも今回は、自分のセットアップと、はい、セット、自分の作った、あだからグラフペーパーのセットアップと自分の作ったロンティー、はい、そうですね、はい、っていうことですね。はい、わかりました、ありがとうございます。また来ます、また来週来ます。いやもう来ないでください。いややっぱ石井くんは本当おしゃれでしたね。石井くんってなんかね、すごいスマートな、まあ、顔してるし体型もスマートなんですけども、それに合った服を着るのは当然なんですけど、やっぱ季節感をしっかり守りますよね。それが今日は印象的でした。あと靴も可愛かったですよね。今後も注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。